ロンジンとは、スイスの時計メーカーである。会社名は、フランス語語で、花あふれ小川流れるの原との意。ロゴは、翼の砂時計。かつては、チャールズ・リンドバーグをアドバイザーとした、航空広報機能を搭載した腕時計の開発、世界初のフライバック機能の開発など高い技術を持ち、クロノグラフのキャリバーを自社生産していた、マニュファクチュールであった。 当時の主力キャリバー 12.68Z、フライバッククロノグラフキャリバー 13ZN、フライバッククロノグラフキャリバー 30CH 等は、現在でも、市場で評価が高い。また、軍用時計も数多く生産し、特に第二次世界大戦期のイギリスには2番目に多く、時計を納入したブランドである。しかし、クォーツショックなどで、経営状態は悪化。現在は、 スウォッチグループ参加で、エタのムーブメントを入れた時計を製造している。同社の懐中時計は、アルベルト・アインシュタインが愛用していたほか、第二次世界大戦前には、芥川賞と直木賞の聖賞の懐中時計も同社製だった。北米の代理店がウィットナーであり、さらには、キャリバーの状態で輸出して、ウィットナーがケースに入れて販売された個体も多い。 アメリカ海軍のフィリップ・バンホーン・ウィームス大佐の発案で1927年に開発された。最初のモデルは1929年に製造された。パイロット用の時計には秒単位の時間制度が必要とされたが、当時の技術では時計の秒針を一時停止させての時間合わせをする、機構の実現が難しかった。この製品では、 秒針ではなく秒表示の記載されたベゼルを回してロックすることにより秒単位まで時間を合わせられる。チャールズ・リンドバーグの発案で1931年にウィームスナビゲーションウォッチを改良して開発された時計。6分儀公開歴との併用で現在位置の経度を迅速に知ることが可能になる。1967年に論人ンン工場創設100周年と ウォッチの総販売数1,500万本を達成したことを記念してこれまでより格段に高精度の自動巻きで時計であるウルトラクロンを発売した。これには伝説のハイビート10振動毎秒のキャル L431 が搭載されていた。その後1972年からキャル L6651 に変更された。1968年製のウルトラクロンスクエアケースが 後のヘリテージ1968の原型となっている。2010年現在はエタのムーブメントを利用した製品が中心であるが、かつては自社でも高精度、高品質なムーブメントを製作していた。当時の論人はまさに世界を代表する時計を世に送り出していた。1977年に発表したサンハリツインバレル機構のムーブメント。 当該ムーブメントは高精度、薄型を実現した、名記中の名記である。1990年前後に、ロンジンが、レマニアに売却。その後、レマニアとロンジンは同じスッチグループ参加に、収まり、L990 ロンジンの時計が再度実現した。なお、L990 ロンジンの組み合わせの時計は、限定モデルが多く、現在では入手するのが困難である。 1945年に特許を出願した変身リザーバーを備えた両方向巻き上げ式自動管機構が CAL-L22A 及び CAL-L19A に採用されている。これはそれまでの自動管機構で問題となっていたムーブメントのサイズ、全枚強度の問題を解決している。機械式時計ではテンプの振動数が高いほどより安定して高精度が得られる。 1959年に従来の倍の重振動毎秒のキャル l l 3 6 0を開発して天文台コンテストに出品していたが、これをもとに市販品の開発を行い、重振動秒のキャ l l 4 3 1が1967年にウルトラクロンに搭載された。キャ l l 4 3 1は1971年までウルトラクロンに搭載されていたが、 耐久性の問題もあったため、1972年に改良型キャル L6651 に切り替わった。このキャル L6651 は8振動秒へとスペックダウンされている。キャル L431 搭載のウルトラクロンは独特のハイビートを奏でることで、マニアの間では高い評価を得ている。また、 この頃のウルトラクロンの角型ケースが2013年に発売されたヘリテージ1968の元になっている。クォーツ時計がマーケットを席巻し始めた1975年に発表されたギャル L890 は全イを収めたバレル箱を上下に配置しており、ハイビートのムーブメントをより長時間駆動でき、トルク軽減と精度の安定の工夫がなされていた。 ありがとうございます。